さあ安藤さん、続いては、はい、こちらの共同産業さんのブースでございます、うん、今日はどういったイベントをされてるんですか？ 3D で作ったデータの中に、うん、ちっちゃい子供たちに塗り絵してもらったのを入れてもらったりしています、うんうん、なるほど。自分で描いた塗り絵が映像の中で動くっていうイメージですかね。はい、そうです。どうですか皆さんの反応は？楽しそうにやってくれてますね。大人気ですよね今日このイベント通してどうですか？そうですね、うん、結構みんな興味持ってくれてたりするので、うん、教えたりするのも楽しいです。わかりました。ありがとうございます。